ここで実際のところ気になるのが、私たちはいつ接種できるのかということ。自分自身の接種時期を予測できるアプリが話題を集めているということで、早速使ってみました。基礎疾患や自治体によっても異なる接種時期、自分はいつ頃受けられるのか気になりますが、今アプリにある AI ワクチン接種予測という機能が話題になっています。こちらがその AI ワクチン接種予測。ニュースアプリニュースダイジェストの中に登場した機能で、今週開始してからわずか5日間で利用件数が10万件を超えたそうです。試しに小崎キャスターが使ってみました。生年月日や住んでいる地域、職業や基礎疾患などを入力すると接種時期が予測されます。出ました。私の場合、およそ6ヶ月から8ヶ月以内でワクチンの接種が受けられるという結果です。開発した JX 通信社は、1700を超える全国すべての自治体にアンケートを送り、自治体ごとの人口、医療施設の数などの基礎データ、各都道府県の接種計画をもとに予測結果を算出しています。町の人にも使ってもらうと、5ヶ月から7ヶ月以内、なんか自分がいつ受けられるかっていうのニュースだけじゃわからないので、早いのか遅いのかもわからないですけど、まあでもいつか受けられるんだったら、いいかな。あ、1、2ヶ月以内ですか。いつになるのかなと思ってましたけど、いいアプリですね。ワクチンをですね、いつどのタイミングで受けることができるのかと可視化されればですね、もやもやした不安が解消されると思いますし、ワクチンの接種される時期まではですね、あまりアクティブに出歩かないでおこうだとか、そういう行動が立てれるようになるんじゃないかなと。このアプリについて米子市は、いろんな情報の中からですね、実際にそういったアプリと活用されまして、ご自身にまずどこで該当するんだろう、いつぐらい受けたらいいのかなというのもご検討いただけたらなと思います。ただ新しい情報は刻々と変わるため、予測結果だけを信じすぎず、地域や政府の最新情報を確認してほしいとしています。